どうした二人とも。何か。別に大したようじゃないんだけどな。あの双子、夢の中では現実世界の各自の部屋がそっくりそのまま再現されてるって言ってたろ。案外すっきりしてるな。想像してたのよりつまらん。護衛の必要はなかったみたいだ。絵に関すること以外無頓着だからな。あの絵でかっ。夜中に倒れてきたら潰れて死ぬぞ。お、これはなんだ。フィギュアか。なんか古臭いけど。イタリアの美術家が作った道化師の人形だ。あ、手荒に扱わな。おお、腕が外せんのか。ギミカルにできてるんだな。ん、外す。おかしい、そんな作りには。え、ちょっと見せてくれ。腕折れてるな。マジか。どうしよう。そうか。てか見られてるし。やっぱこういう時は。すまん、お稲荷、弁償させてくれ。それはありがたいが、いいのか。30万したぞ。さ30万。モチーフとしてどうしても描きたくてな。絵画展で入賞した賞金を全部はたいたんだ。そんな大事なもの。私、ユウスケ、ごめんなさい。今すぐは無理だけど、あの、時間をください。私バイトして、それでお金貯めて同じの買ってくるから。双葉、気にするな。双葉、形あるものはいずれ滅びる運命だ。でも、むしろ俺はお前に感謝している。え、何かを生み出すためには相応の対価を払うのが筋だと言った。俺は大事な人形を失ったということはだ。これまでにない大きな収穫がいずれ俺に巡ってくるということ、そういうことだろう。やはりそうか。やっぱり口ではああ言ってても、ユウスケショックだったんだ。私、ユウスケが落ち着くまでそばにいるよ。芸術は大爆発。さあさあユウスケ、こっちで話聞くぞ。いい子でついてくるんだ。